例は、アメリカ海軍の原子力潜水艦。スタージョン旧原子力潜水艦の11番艦。艦名は、A の総称にちなむ。その名を持つ艦としては、ガトー級潜水艦60番艦以来2隻目。例の建造は1963年3月26日に、バージニア州、ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所に発注される。 1965年1月4日に帰港し、1966年6月21日に、トーマス・ H ・キュチェルプジーンによって、命名、浸水し、1967年4月12日に、艦長アルバート・エル・ケリン中佐の指揮下収益した。バージニア州ノーフォークを母港と指定された例は、成長訓練と並走及びソナー試験に従事し、1967年10月6日に、 出航、大西洋での潜水艦作戦活動を12月12日まで行った。1968年は4月8日から6月10日までと、11月13日から12月20日まで、大西洋で活動した。1969年の前半5ヶ月は、定時の訓練及び艦隊演習を東海岸、カリブ海で行う。6月6日にノーフォークを出航し、 特別任務に10時6月26日にスコットランドのホーリーロッホに到着した。7月31日にスコットランドを出港し、8月12日にノーホークに帰還した。同年後半から1970年にかけて霊は大西洋において艦隊の他の部隊と共に訓練を行った。 1970年の大半はノーフォーク沖の大西洋での作戦活動に費やされた。その作戦活動は主として訓練と試験に集中した。1970年12月にノーフォーク海軍造船所に入居14ヶ月のオーバーホールが行われた。1972年3月5日にノーフォークを出港し様々な試験及び演習を行う。 その中には、NATO の演習、ストロングエクスプレス、エスコートディープが含まれた。12月12日に、ノーホークに帰還し、上院はクリスマス休暇を母校で過ごした。1973年2月後半に、ノーホークを出港、夏の半ばまで地中海を巡航し、ノーホークに帰還すると、大西洋での通常任務に従事した。1977年9月20日、 危機の故障と乗員の経験不足により、地中海で先行中に、レイは、サンゴの山に衝突した。ソナーが破壊され、補助ディーゼルエンジンはマウントから外れた。修理には、サウスカロライナ州チャールストンのチャールストン、海軍造船所で1年の期間を要した。12年後に、レイは、地中海へ戻った。1989年10月から1990年4月まで。 コレスタル戦闘グループの一部として6ヶ月の地中海巡航を行った。例は様々な演習及び潜水作戦活動に参加し、その中にはシドラー湾におけるリビアの死のラインの内側での行動も含まれた。この配備の間、イタリアのラ・マッダ・レーナ、フランスのカンヌ及びトゥーロン、ジブラルタルを訪問している。 例は、チャールストンに帰還すると、チャールストン海軍造船所で定時のオーバーホールに入った。例は1993年3月16日に退役し、同日除籍された。その後ワシントン州ブレマートンで、原子力艦再利用プログラムの下2002年3月15日に解体が始まり、2003年7月30日に作業は完了した。ありがとうございます。